聞かせるトレーニングセミナーですね。新しく入ったアジャストベンチでやるインクライダンベルカールですね。最近これ気に入ってやってるんですけど、これワンタッチですね。 3段階変わるんで非常にいいですね。これまた新しいのが来るんで、ちょっとこれ、販売しようと思うから、いる人があったらぜひ。ものすごく頑丈で、まあ、メンバーの方にも好評ですね。ちょっと新しいやつをまた入れます。インクライダンベルカールっていうのはやっぱこう後ろに倒せば当然きつくなりますよね。反動が使えないからですね、後ろに倒すと。前引きもしやすくなりますし。ちょっと私の前こう、ちょっと縦指にやるんですけどね。これちょっと、まあ、腹筋に効かせるようなイメージで。寝かすのとちょっと浮かすのはまた角度が変わってきますからですね。その辺の工夫ですね。上げるときちょっと上体浮かして、こんな感じです。とにかく効かせるとこを探して毎回変えていくようなイメージですね。これでもいいんですけど、ちょっと浮かし気味にして寝かして浮かして寝かしてですね、ツイストも入れたりして、もしくは左右交互にやったりして、体立てれば少し楽になりますけども、もう効いてるからですね。つまり角度を変えることによって負荷が変わるってことですね。同じ、まあ、5キロでも全然筋肉に対する負荷が変わりますからですね。もしくはスタンディングで最後やるとかですね。こうやってるとすごく楽になるけど、もう効いてるからきついですね。前に出してですね、結局スタンディングでいいんですけどね、いろんなバリエーションって感じで、インクライからやっていろんな角度で、角度を変えることによって負荷を変えていくって感じですね。まあ他の種目も似たような感じですけどね、まあ筋肉には重量は分からないっていうやつですね。角度によって、筋肉に対する負荷は変わっていくっていうことが、まあ面白いところですね。